こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはチェリー K ポイント。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくチェリー K ポイント行きました。続いて前へ行くのはアイドルハント、さらにはワイトデンジャラス、7番ノーユニーク、その後ろもう一度先頭から先手を取ったのはチェリー K ポイント、その外にワイトデンジャラス、ウィッシュスピード、そのうちに続いています。内からはノーユニーク、その隣にジューンリード、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。チェリー K ポイント先手を取りました。ウィッシュスピード、すぐ後ろ、その外にファイトデンジャラス、並んで8番スパイタレント、ピンクの帽子アイドルハント、その後ろ、その外からソウルサプライズ、並んで7番ノーユニーク、ジューンリード、この馬もこのグループ、すぐ後ろにスペシャルライト、並んで4番トリビュレーション、最後方にビスリープ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ベガ早くも先頭、ファイトデンジャラスほとんど差がありません。シネマヘッド3番手、さあベガ逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はベガ、ワイトデンジャラス、その後ろ、その隣からはシネマヘッド、その外からはソウルサプライズ、離れてチェリー K ポイント。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ベガ先頭、残り 200m、 ベガ先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はファイトチャイルド、ベガこの馬で決まりか。ベガ独走、ベガぶっちぎりです。ベガ1着、2着はファイトチャイルド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ベガまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オートキャニオン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオートキャニオン行きました。続いて前へ行くのはフィッシュバウンド、さらにはルアズー、4番イッツオールグリークトゥーミー、その後ろ、では前の方からオートキャニオン先手を取りました。赤の帽子イッツオールグリークトゥーミー、その後ろ、すぐ隣にフィッシュバウンド、その横にパープルマスク、その外からソングウィング、その隣にペアレスシャワー、後ろからの競馬になりました。イクノディクタス、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。すぐ後ろにスターオブコジー、その隣にクイーンインコマンド、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から先手を取ったのはルアズー、イッツオールグリークトゥーミー、すぐ後ろ、その後ろにソングウィング、さらにはオートキャニオン、白の帽子ウィッシュバウンド、その後ろスターオブコジーン、すぐ後ろ、その後ろにパープルマスク、オレンジの帽子レガシーグリーン、その後ろ、その外にサンシャインチャイム、イクノディクタス、この位置です。青の帽子ケアレスシャワー、その後ろ、すぐ隣にロックロッキー、内からはクイーンインコマンド、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はルアズー、2番手はソングウィング、イッツオールグリークトゥーミー、3番手イクノディクタス、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ルアズー先頭、差はほとんどない。2番手はイッツオールグリークトゥーミー、残り 200m、 先頭はイッツオールグリークトゥーミー、残り 100m、 イッツオールグリークトゥーミー、粘るイクノディクタス、追いすがります。イッツオールグリークトゥーミー、イッツオールグリークトゥーミー、1着、2着にはどうやらイクノディクタス、勝ったのはイッツオールグリークトゥーミー、見事な勝利です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はアトゥーフ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アトゥーフ先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m。 アトゥーフ先頭だ、リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はスピークセゾン、先頭はアトゥーフ、1着でゴール。アトゥーフ1着、2着にはどうやらスピークセゾン、勝ったのはアトゥーフ、見事な勝利です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭はステージチャンプ、ステージチャンプ先頭、2番手はマーベラスクラウン、ステージチャンプ先頭、2番手はマーベラスクラウン、ステージチャンプ1着、ステージチャンプ1着、2着はマーベラスクラウン、1番人気に応えました、ステージチャンプ見事です。